福井和葉選手です。よろしくお願いします。今回合宿で、ここの高山に来ましたけれども、どういうまず目標を持ってここに今回来ましたか。標高が1800m高いところなので、心拍を保有、心拍機能を保有させたり、やっぱりこういった高い、高出力の数字だっていうので、心拍機能を保有っていうのを思いして、なるほど、身体機能のその向上なんだけども、あの他の選手たちは、1週間ぐらいの合宿なんですが、福井君だけなんかめちゃめちゃ長く合宿するらしいじゃん。1ヶ月半ぐらい。今7月の頭なんですけど。もう7月の頭ね。8月の15日ぐらいだね。ここ山じゃないですか、ずっと山の中にいるつもりで、こんなに長い間、合宿するって今まである？これも初めてなので、本当は分かんないです。自分でもね、どうなるか分かんないでね。でもやっぱりそれだけこう身体、ね、心肺能力とかもこう上げて、もっと自分の体をアップデートさせていく、そういうような目標があるってことですよね。自転車のこと以外で何か今自分の中で好きなものとかハマってるものってあります？そうです、今僕がやってる仕事は、放課後のデイサービスで、放課後の、デイサービス、障害児の子が、預かってるところで働いてる。なるほどね。それで、やっぱり子供たちと接したりするっていうのはすごい楽しみなんだなと思いました。福井君もやっぱりその子供たちとこう接する時間がすごい楽しかったりとか、するんですよね。福井君今いくつになった？19歳です。あ、そうか、大きくなったんで。じゃあ今やっぱりその子供たちともこう、今ここにいるとなかなか子供に会えないから寂しいね。そうですね。部分はあるけども、なるほどね。脳性麻痺、そうよね、じゃあちょっと脳性麻痺についての話も聞いていい？脳性麻痺のその福井選手のその要は体のその症状についてちょっと聞きますけれども、やっぱ言葉が今喋りにくくなってる、あとはその体に麻痺とかが出てたりとかするんですか？麻痺はやっぱり温度、寒くなったりすると、体が固まりやすかったりっていうのは、常にやっぱりその体を動かしたりとかして、温めとくと調子が良くなってきたりとか。はい、そうですね。なるほどね。で、やっぱりその硬くなってくると、やっぱりその全然動かなくなっちゃったりとかもするんですか？動かなくなりますね。で、言葉とかにもその調子がいい時と悪い時とっていうのが出てきたりとか。話しづらいで終わったり。なるほどね。まあ、そういうのもやっぱり体の能力を上げることによって補ってきたりとかすることもできるということですよね。じゃあこれからね、今度はこの1ヶ月半でますますパワーアップして。そうですね。ね、またそのこう違った形のニュータイプの福井和葉を子供たちに見せれるといいですね。ね、妹とかあとお母さんとかはこの1ヶ月半のこの合宿も含めて、今やってることに対してどういうふうに応援してくれてます？まあ、思い切りやれっていうふうに、思い切りやれと、いうふうに言ってくれてると、いや、試合とかレースとかもやっぱり応援に来てくれたりとかも、全日本とかは、来てくれたりしますね。そうですね。ただ今回全日本がね、中止になっちゃったりしてね、ちょっと残念な部分はあると思いますし、またこのトライシクルでも、やっぱりこう世界に向けてね、どんどん活躍してもらいたいなと思いますので、ぜひこれからも頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、ここの画面に向かってですね、
何かこう聞いてる人、見てくれてる人に、はい、福井くんからのメッセージをいただきたいんですが、よろしいですか。はい、はい、お願いします。これますます強くなっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。